フリーダ・リングスタッドの通称で知られるアンニ・フリッド・リングスタッドはノルウェー生まれスウェーデン育ちのミュージシャンでポップグループアバのメンバー。同じくアバのメンバーであるアグネッタ・フォールツコグと共にボーカルを担当した。1992年にドイツ貴族出身の夫と結婚しており、プリンセスシンの称号を持つ。 第二次世界大戦直後の1945年11月15日、ノルウェー北部ヌールラン県のバランゲンに生まれる。父親はドイツ国防軍の軍曹だったアルフレートで母親はノルウェー人の市民。ナチスドイツ統治下のノルウェーではレーベンスボルン計画の一環としてドイツ人男性とノルウェー人女性の性交渉を奨励しており、それに伴うものだった。戦後、 ナチスドイツの協力者の多くは弾圧にさらされたが、これを恐れた母は、まずソボアンティーンとフリーダをスウェーデンに移住させた。自身は、ノルウェー南部に逃れた後に合流したが、21歳で病死した。スウェーデン移住後も、フリーダはおじ、おばたちとは親密に交流を持ち続け、夏休みのたびに彼らのもとに温かく迎えられたという。一方、 父親に関しては戦死したと聞かされて育った。フリーダが父親と再会したのは、アバが世界的に大流行した後、1977年のことだった。フリーダの出生の行き冊が、西ドイツの雑誌に載り、両親の名前が書かれていたことから、それを読んだイボテイによって、ジップの生存が知らされたのだった。早くに音楽家として、 頭角を表し、1958年に地元、スウェーデンのダンスバンドに所属した。そして1963年に自身のバンド、アンニ・フリット4を結成する。最初の夫はこのバンドのメンバーだった男性で、1963年に17歳で結婚した。1967年9月3日、イギリスの大手レコード会社の EMI が、 ストックホルムで開催した音楽コンテストに参加し、優勝した。それを機に EMI とレコーディング契約を結び、同年9月11日に、初のシングルを発売した。このシングルを手掛けたのが、後のアバメンバーで2度目の結婚相手のベニーであった。シングルはヒットし、興行収入の新記録を打ち立てた。1968年1月10日に、スウェーデンのテレビ番組に出演し、 そこで、アグネッタに出会う。また、1969年にユーロビジョンコンテストの予選であるメロディーフェスティバーレンで第4位にランクインした。そして、1972年にスウェーデンでアグネッタ、ビョルン、ベニーと共にアバを結成してユーロビジョンソングコンテスト1974に出場し、恋のウォータールーで優勝を果たした。1978年に 長年のパートナーだったベニーと再婚したが、アバ解散前年の1981年に離婚した。1992年、増援カルッツォロイスと三度目の結婚をする。ルッツォロイスは、スイス生まれスウェーデン育ちであるが、ドイツ貴族ロイス家の一員で孔子の称号を有しており、フリーダも孔子妃の称号を持つことになる。1998年に、 最初の夫との間に設けた娘のリーゼロッテが、アメリカで自動車事故を起こして亡くなり、翌1999年には夫、ルッツ・ロイスが、ガンにより49歳で病死している。2004年、元ディープパープルのジョン・ロードと、彼のアルバム、ビヨンド・ザ・ノーツの中の一曲、ザ・サン・ウィル・シャイン・アゲーンを収録。 http://www.dw-world.de/dw/article/lay336916 零零、html,hat,http, コロンスラッシュスラッシュ www.guardian.co.uk スラッシュワールドスラッシュ2002スラッシュ準スラッシュ30スラッシュ kateconoly.teobservergasque, イコール rsswand, feed, イコール music, ハットパームカールマグヌスブライトライズ ダークシャドウズザリアルストーリーオブアバピアニッシュも47から49ありがとうございます